スヘフェ人間は、オランダの南ホラント州のデンハーグ基礎自治体に8つある地区のうちの一つで、北海に面している。デンハーグ中心部から約6キロメートル北西にあり、長い砂浜と観光漁港のあるリゾート地である。歴史資料に初めてこの地が登場するのは1280年で、主に漁業を収入源としていたアングロサクソン人が居住していたと言われている。 クールハウスホテル1653年7月31日には第一次英ン戦争のスヘフェ人間の開戦が行われている。1663年にはデンハーグ中心部との間の道路が作られた。これは現在のスヘフェ人間通りである。1818 18年にヤコブ・プロンクが浴場を開設したことがこの地がリゾート地となった始まりと言われている。 ヨーロッパ各国、特にドイツからたくさんの観光客がやってくるようになった。スヘフェ人間のイルミネーション DBL ジュが1874年5月19日にはオランダ総督ウィレム3世が自身の治世25周年に当地を訪れ海岸にはかがり火が灯された。1886年には地域のシンボル的な建物となるクールハウスホテルが建てられた。 1892年には国際スケート連盟がこの地で創設された。観光案内所はトラムまたはバスのクールハウス停留所下車。クールハウス停留所と海岸の間にはクールハウスホテルが建っている。この建物は不当と共にスヘェ人間のランドマークとなっている。海岸は夏場に海水浴客で賑わう。また、 海岸沿いにはシーフードを食べさせるレストランやホテル等が並んでいる。不島から 1km 程度北東に行ったところにはヌーディストのためのビーチがある。不島から海岸沿いに南西へ 2km 程度行ったところに灯台や観光漁港がある。スヘフェ人間からデンハーグへ少し戻ったところにオランダの名称25分の1のミニチュアにまとめたマドローダムがある。 スヘフェ人間の海の眺め、ファン、ゴッホが、ありがとうございます。